はいどうもそすでございます今回はね、まあ、J リーグも再開が決まったということで、まあ、そこに向けていろいろと準備をしていくわけなんですけれどもね、我らがヴァンフォリーレコ府も、えーと、6月27日の新潟戦ホームになるのかな、から再開というような報道が出ております。もう観客からのリスタートということになるみたいでして、まあ、ダゾーンで見るかということにはなるわけなんですが、その見る景色がどうなるのかということでね、J リーグ側から出た報道がこれですよ。 J1、J2 の再開、J3 の開幕から無観客試合が行われている間に関して、まあ、サポーターによる横断幕等の掲出を禁止するというような報道がなされております。まあ、つまり、これが何を意味するかというと、ね、われわれのスタジアムの風景、まあ、せめてね観客入らないにしても、例えばビッグフラッグだったり、まあ、横断幕があったり、こういったものっていうのがまあ本質的な風景なわけですよね。横断幕とか、ね、そういうういもものがどうしても それを禁止されるとなるとそれはさすがにどうなのかなと。まあ禁止の理由としては旗を掲出することによってまあ密接密集な空間ができてしまうこと、旗を受け渡す際にサポーターとクラブの間で接触が生じることによる感染リスクっていうのがね理由だというふうに言っております。本当にそれそんなにリスクあんのって話なんですよね。まあ何しろねあのスタジアムっても屋外ですから。 まあ風通しのいい空間感染リスクの少ない空間受け渡しの瞬間2メートルよりは近一瞬で近づく可能性あるでしょうけどもマスクをしてとかねそういったところの対策も当然取られる前提でいってまあそんな中で本当にじゃあそれが感染リスクって言われると片腹痛いわってぐらいのねレベルの話になってきてしまうわけで何がやりたいんだってことになってしまうわけですサッカー文化ってやつですよねなんかね、普段はは、えー、ホームではまあ バックスタンドで見てますマウェ遠征行くときはゴール裏まあ実はそういう人多いんですよ普段えっ、ー、とバックスタンドとかでね会うサポーター仲間とか顔見知りのねあの皆さん方もえ8、ー、アウェー行った時に僕がじゃあ上ではと思ってゴールが入るとそこで会うっていうのは多いんでまぁ、あ、そういう人多いと思いますそういう人にとってはね特に あの風景ゴールドの人たちの風景っていうのはねそれがあってこそのサッカースタジアムだし、まあ、そういうサッカー文化だというふうに思うわけですよ。でそう考えた時にこの啓出を禁止されるっていうこと自体明文化しなければまあやっちゃってね明文化しなければいや外だし感染リスクなんてそうそうないですよってことにしてしまえばいいと思うんですけども禁止する理由っていうのがね知りたいですよね。 まあサッカーの風景というのを我々から奪うのかというふうに思ってしまうわけです、まあ、J リーグが。まあ、なのでね、まあ、これに対してどうしようか、ただね、これ、あの一応ね、J リーグ側もね、ここの記事を読む限りでは抜け穴的なことを言ってるんです、つまり、クラブが自己管理の中で掲出する横断幕は対象外であると。 本来、まあ、サポーター集団、インチャスとかのね、まあ、バンホレあ府で言えば、我々で言えばインチャスの方々ですとかが持ってたりするあのビッグフラッグ、横断幕、こういった類のものを、クラブが管理していれば、まあ、問題なく、検出できるってことに取れるよなと。まあ、つまり、サポーター集団さんがですね、まあ、まあ、バンホレに限らずです。サポーター集団さんが、一旦クラブに貸与、もしくは寄付といった形で、 ビッグフラッグ横断幕を預けてしまえば、これ問題なく形出できるんじゃないかなと。運営ボランティアスタッフを最小限にと言いつつ、こういったものを掲出するクラブ管理、まあ、太陽もしくは寄付って形でね、クラブ管理下にあるビッグフラッグやね、横断幕等が、運営ボランティアスタッフの手によって掲出されるっていうのも問題ないんじゃないかなと。まあ、字面上はね、慣れてる人がやった方がいいですからね。まあ、そういった。 対応もしくは寄付した方々が運営ボランティアスタッフとして張りに行く分には問題ないのかななんていう気がします。J リーグが何を言おうがねやれ、やれ、やれ、やってください。やってくださいですね。やれじゃないです。やれ,やる,やれる方法はあるんだよって言おうと思ったら止まっちゃった。まあ、もしくは、これはまあ、J リーグがね、あの抜け穴は認めないって言い出したらできなくなってしまうんで。 いやまあこれ表向きの言い方だとすれば今のやり方で通るんですよ。表向きはまあそうやって対策取ってますよみたいなことをね、名目は何とでもつけれるということでやってほしいな。これがサッカーのね、風景だな。もう J リーグの選手、クラブだけじゃなくてサポーターも作り上げてきたのがサッカー文化だと考えたときにはこういう手もあるんじゃないかなっていうのが一つ。もう一個の手としてはね、これあの、クラブが管理する。 この今後、常に提出されるフラッグっていうのを今作ってしまおうというのがね、まあ、クラブ側に対する要望ですね。これからできない場合、クラブ側にやってほしいこと。ビッグフラッグとか、そういったフラッグをまあ、クラブ側がもう注文してしまいます。もう注文しちゃってください。そして、この資金をクラウドファンディングの形式で集めるというのはどうでしょうかね。まあ、ビッグフラッグの費用をサポーターから募ると。 いうのはねクラブ側がすぐやったらいけるんじゃないかなと思いますまあこの場合はまあクラウドファンディングの形式として目標金額以上集まっても全部クラブに入るって形式にしちゃえばねクラブ側が利益を生む可能性はあるわけですね。支出減った分全部出すかっていうときついっちゃきついんですけどまあ、えー、とここから先の再開分何試合かで減った支出といえば全額例えば3万4万は無理だったけど5,000円一万円。 場合によっては 2, 3, 円からね、まあ、そういった形でクラファン組めばね案外バンフォーレ交付含めてねいろんなクラブでビッグフラッグにかかった費用よりクラウドファンディング,ファンディングが、ね、集まればねクラブにとってもこれ、まあ、チャンスだと思うんですよこのコロナによるスポ,あのサポ,スポンサー費用の,あの減った分の一部でも穴埋めになる作戦になるんじゃないかなと。まあ、そしてサポータータの、 応援する気持ちですね、これをあのフラッグとして掲出する、何もないのはね、さすがに寂しいので、どっちかの方法で、まあ、J リーグは禁止しようが、その抜け穴がある限りは、まあ、僕らがサッカーを見てるね、その景色、風景っていうのをね、少しでも盛り上げてもらえればななんていうふうに思っております。まあ、そんな感じでやりたいと思い、やってほしいなと。まあ、そんな感じで、 なんとか J リーグの僕らが見てきた景色っていうのを少しでもね近づける形での再会っていうのを望んでおります。以上、でした